皆さんこんにちは。音楽コンサルタント横田修林です。今日はですね、また一つね、オリコンさんが英断を下したということですね。そのニュースをしたいと思うんですけど、まずはちょっとこちらのニュースからご覧ください。はい、こちらオリコンがですね、3月16日に発表した、PDF なんですけど、コンサートチケットと CD のセット販売の合算集計の終了についてということで、弊社発表の音楽ランキングにおいて、従来コンサートチケットと CD のセット販売については合算集計してまいりましたが、以下理由によって合算集計しない方針に変更いたしますと。理由、コンサートチケットとセット販売される CD の価格が市販の通常版 CD の価格と大きく乖離してきたため、合算集計する合理性がなくなっている。に、実態としてコンサートチケットの付属品となっている、CD がですね、付属品になっているということで、過去のランキングについては集計を変更することはいたしませんが、平成27年6月1日付のデイリーランキング以降に反映されるという発表がありました。これはですね、どのようなことが行われているかということで、お話ししますですね。まあ、これ見てもらったら一発なんですけど、今年に入りましてですね、オリコンさんはいろんな改革を行ってきています。一つ目がですね、ミュージックカード商法ですね。250円以下のミュージックカードについては合算集計しないという発表がありました。これはジャニーズなど、一部のですね、ジャニーズとかエグザイルとか一部のアーティストがこのミュージックカード商法を使って、ランキングをですね、思っているよりも高く上げてしまう、ですね、一人が何個もね、買ってしまう、安いミュージックカードですね、100円200円のミュージックカードでも、お小遣いでいっぱい買えちゃうと。で、アーティストがいっぱい買わせるためにいろんなね、ものをたくさん出して、そうすると全部それが集計されていくと、1枚出しているアーティストと、5枚出しているアーティストが同じ価格にもかかわらず5倍売れてしまうということがあって、ランキングがね、ちょっと乱れてきたと。で、これについて、EXILE などがやっているチケット商法ですね、今回もこれも外されるっていうことなんですよね。で、ご存知のようにですね、年末ぐらいからランキングについて私が、この音楽コンサルタントとしてお話しているように、かなりですね、歪められているんですね。結果としてですけどね。だから、年間ランキングの上位20に、ジャニーズとエグザイルと AKB しかいないっていうような状態になっていて、果たしてこれが、まあ、本当に皆さんがですね、その3アーティストしか聴いてないっていうならいいんだけど、あまりにもちょっと実態と異なったような形になってきてるっていうのが現状なんですね。で、そこでよりね、中立的で第三者的に見てもランキングとして見えるにはどうしたらいいかということで、オリコンがいろいろとですね、今年に入って改革をしているということで、今回がミュージックカードチケット商法2番目のね、改革になります。で、おそらく次は、AKB 商法ということで握手券、投票券、などについて行われるんじゃないかなと思うんですけど、今回ですね、また5月の暮れ終わりから6月にかけてありますけど、これにはちょっともう間に合わないような感じなので、今年はこれが反映されるかもしれませんが、また今年のですね、この、チケットの販売枚数ですね、投票券のですね、販売枚数によってはまたそれ以降ですね、出てくるんじゃないかなということで、注目のニュースでした。はい、まあ、どうやったらね、第三者的に見て、中立でね、いいランキングに見えるかっていうことに関しては、私もいろいろと今ね、皆さんにもお伝えしますけど、オリコンさんがね、ぜひね、やっていただけるといいなということで、応援しております。はい、ということで今日はですね、EXILE 大ピンチということで、チケット商法が外されるということについてお伝えしました。音楽コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。